さあ、こんにちは。はい。はい、ボスさん。あ、ファイン。アメリカから帰ってきたばっかということ。かぶれてんな、だいぶな。あのさ、はい、アメリカでね、シャワー文化じゃない。そうですね。湯船なんかなかったの。ないですね。やっぱ体洗いたいじゃん、はい、石鹸でやるけど背中届かないんだよこれ全く、うん、スーパーかなんかでゴシゴシタオル、はいはい、買ったんだけどめちゃくちゃ硬いんだよ。そうですよ。もう皮膚剥がれるんじゃないかなっていうような。そうそれでもちょっと洗いたいじゃない日本人としたら。多分文化的に、うん、外国人の人って背中届くのかな。いや届かないと思います。こうやって石鹸当てて自分の手とか、はい、届かないんだよ、うん、普通届かないですよ。だからもう買ってゴシゴシやったら痛い痛い痛いみたいな。多分皮むけてたと思いますよ。いやそんなに日焼けはしてないから。むけてた。硬くて硬い。いやもう大変な思いしたけどさ。いやだから文化が違うとね、やっぱいろんなことが違います。 あとオシュレットがないっていうのが痛いな、うん、あれオシュレットがどれだけスッキリするかね。そういやだから日本ってすごいです。どこやったってオシュレットなんですよ。 それはありますけれども。というわけで今日は外国人助っ人。あ、そうやそうやそうや、はい、の話です。はいはいはい。まあ助っ人外国人っていうと我々の時代ってやっぱりこう一発ホームランを打ってくれるとか豪快とか、もう全然パワーが全然違ったからね。でやっぱり取ってくる側も4番で何十発も打ってくれるっていうことの外国人選手を取ってたっていうイメージですけども、それ何でか分かる？打てたの。なんでですか？メジャーとかファイナルの選手でもピッチャーのレベルっていうのが日本より10キロぐらい速いかったんだよ当時、はい、向こうが150キロ全盛の時、うん、まあ、平均レベルが150、日本が140。ただ10キロ遅くなったら打つよそれ。まあ確かに遅いボールって打てますよね。え、ベイビーカモンみたいな。いやそうです。いやそんな感じだよ。いやだからバース選手にしてもクロマティ、うん、カブレラとかブライアントとかあの時代もバッカ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 打ってましたよね。そのくせ時々150キロ投げるピッチャーがいるじゃん日本でも、うん、でもこうやってやってガーン打つもんねやっぱ、うん、やっぱそうだからやっぱねレベルなんだよね。で最近、はい、スピードまあやっぱりメジャーの方が多少速いかもわからないけど、うん、日本のピッチャーって優秀だよ。なかなかやっぱ外国人が来ても打てないと思う。そうなんです。だから最後にホームランバッターだなと思ったのってやっぱバレンティン選手。まあそうだな。を最後になかなか見ないな。でもバレンティンがいた当時よりも相当レベルはピッチャー上がってる。最後のあんまり打てなかったでしょ。確かにそうですね。いやサボってるとかどうのこうのって言われてるけど、それはねピッチャーのレベルが違う。だからバレンティンがホームランキングになった時って確か10年ぐらい前近く前だったと思うんですけど、あそこら辺からやっぱりその今の外国人バッターって例えばノイジー選手みたいにホームランというよりも率を残してくれたりとか。そうだな。そういうでも率を残すんだったら日本人でもいいんじゃないかっていう。そうなんですよ。足が動いてね、はい、こういうふうには変わってきてるよね。今年で言うとレイエースが日本ハムに入って、これはパワーあるぞ。そうなんです。なんか久々に大きいの見られる選手が来たのかなとか、うん、ただまだ練習の時フリーバッティング練習試合、まあ、ここでねすごいすごいって言ってるけど蓋を開けたらわからない。まあそうですね、やっぱりやってみなきゃわからないけども、これは簡単に打たれるとは思ってない日本のピッチャー。昔よりもその一発を打てるような選手がいない。いや日本でねパカパカホームランを打つんだったら、うん、メジャーにすぐ帰る。メジャーもあんまり選手がいなくなってることは確かなんだよね。ホームランバッターとかさ、はい、出塁率がいいバッターとか、うん、そういうのが重宝されるようになってきてるけども、うん、日本のピッチャーのレベルっていうのは半端ないな。そう、日本のピッチャーのレベルが上がったからやっぱそういう選手が少なくなってる。来ても打てない、そして、うん、帰国するっていうことになってるんです。そうだ、うん、だから昔の感覚で外国人を見た時には、うん、外国人がかわいそうだよね。当時ね三冠王ってそれは取るわ、はい、取ってもおかしくない、うん、今それは難しいよ。例えばバンテリン昔の名古屋ドームだとウッズとかタイロンウッズとか。ああすごかったよ。そうですよね。ブランコとかでもちろんビシエドも一時期そうだったかなと、まあ、今ちょっとまたね、うん、あれですけどなかなかそういないんですよね。だからそれを求めてもこんなに打てるんだったらメジャーが離さない。そうか、だとするとそれでも各チームって外国人必ず助っ人取るじゃないですか。いや取るよ。それはやっぱパワーだよね。それやっぱ一発、それはパワーの魅力で取ってることは確かに。何本に設定してあげるかだよ。いや40発ぐらい打ってほしいなんて打てないって。なかなか。そうですよね、うん、今もう打てないって。確かに。だから2割4、8分の20本100打でいってくれたらいいんじゃないかっていうぐらいじゃないの。いって20本なんですねやっぱり。まあ20本は打ってほしいなっていう感じじゃない。
バリバリホームランバッター、率いらないからではなくて、そんな選手はもう全く率いらない、もうね、1割でもいい、ストレスかけない、そんな打率でも、うん、もうとにかくホームラン打ってくれって言ったら、30発打てる人はいいと。でもそれでは、もうチームのお荷物になってしまうから、うん、それが全試合勝ちゲームでのホームランだったらいいよ、そういうわけにもないでしょ。うん、ゲーム終わった後にもういいや、この試合はいいや、ちょっと若手にチャンスをあげようっつって、そういう人からホームラン打ったってさ、はい、どうしようもないじゃん。 0-0 で行っててカーンってホームラン打って、うん、そういうのは価値があるけども、はい、それね、外国人だってなかなか、だから日本のレベルが上がってんだって。そうなん、上がってんだってピッチャーのねそうそうそう、そうだから、バレンティンは記録塗り替えたじゃないですか、あの時。だって神宮って狭いしね、狭い、確かに。だからホームランで出やすいと。まあそうなんですね、条件が揃わないとそういう数字はもう無理だ。ただ守備はレフト悪かったじゃないですか、うん、でも60発打ってくれたからさ、そこはもう目つぶるしかないじゃん。そっか、うん、逆に巨人でウォーカー選手、うん、今ソフトバンク行きましたけど、うん、やっぱり守備がちょっとダメだったけれども取ったじゃないですか。ウォーカーは打てると思う、打てるけど守備がなかったらもっと打つっていうことじゃないの。そのバレンティンは守備を目つぶってでもあれだけ、ああそうだよ、ウォーカーだとあれだけじゃ物足りない本数だっていうことを、 DH にしたらもっと打つっていうことだ。だからそのポランコとウォーカーが20発ずつ打ったけど、はいはい、20発超えでね、うん、1年目にもう上出来だよ。20発って上出来なのか。いやだって文化も違うさ、投げてくるボールも違う、いろんなところに慣れていかなきゃいけないのに、まあ、その中で打ったっていうのはやっぱ評価してあげないとさ、うん、外国人だってさ、人間だからさ、そんなバカみたいなやつは来ないよそうしたらメジャーから離れないって。そうですよね。レイエスが今年、うん、日本ハムに来た、あれだけのパワーが、ね、日本ハムに来たっていうのは、うん、じゃあ何かあるんだろうなっていうね、うんうんうん、そこですよね、うん、だからといって日本のピッチャーだって負けてないよっていう、まあそうですね、メジャーのピッチャーからするとね。伊藤さんおっしゃったのが、あのバースでさ1年目打てなかったと、はいはい、で2年目から対応してきたと。昔って外国人の助っ人選手取るとやっぱそれなりの金額もしたし、2年目とかも使ってたじゃないですか、1年目その成績出なくても、はい、でも今の野球って外国人でも1年目で成績あまり良くなかったら、もう例えば契約しないよとか。だからその見え方と、うん、あとは柔軟性があるかないかだと思うよ。見え方と柔軟性、うん、だから日本も優秀なピッチャーが増えて、なおかつ弱点とかね、うん、対戦する回数が多いじゃない。だからもう丸裸にされるというかさ、うん、で各球団同じような攻め方されると、はい、抑えられるってなってくると、うん、もう使えないよね。だからそこで我慢、ある程度我慢しながらどういうここで抜け方をするか、うん、例えば技術的に対応するのか、うん、それともそこは打たないように我慢して甘いボールを待つだけの根気があるのか、うん、でもそういう柔軟性を見てるよね。うん、それで、ああ、やっぱりいつまで経っても変わらないっていうんだったら、やっぱクビになる確率っていうのは高いですよね。あとは、昔はシーズン中に2軍に落ちるとかってなかったと思うんですよ。うん、でも今って、平気でやっぱ2軍にも落とされるし、うん、スタメン外れるしとか。うん、バウアーが来た時に、あ、大したもんだな、サイ・ヤング賞やっぱ取れるピッチャーだなって思ったのは、最初打ち込まれたよ、はい、それは何か自分で何か出てるんだろうなっていうのを自分で研究して、グローブの色を変えてみたりだとか、うん、いろいろこうやった、その結果抑えるようになったじゃない、はい、やっぱ対応が早いんだよ。バッターでも確率が低いことをやってるけども、対応を早くしていかないと、もういたちこっこでどん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 もう打たれるようになってくる。でもバウアーは大したもんだなと思ったらそれを止めたからさ。本来はね、バリバリメジャーでやってていい選手でしょ。でもやっぱりね、向こうで活躍できるっていうのは、うん、やっぱそういうところを持ち合わせてる。だから逆に言えば日本に来る外国人も、うん、そういうところを持ち合わせてないとバッターでもね、うん、活躍がもうできない世界になってきてる。だもう昔とは外国人の求められてるものが変わってきてるっていう、まあ、変わってきてるし、うん、やっぱその対応力がないとダメだということだ、はい。どうやったら打てるかっていうのを考えてるのに、助っ人だからって手放しで、お前打たなかったらクビだよみたいな、うん、そういう言い方したらさ、はい、それは活躍もできないよ、うんうん、だからやっぱこうみんなで考えてあげる。いいか、ピッチャーってこういう風に来てるじゃないって、ここお前は今のところ技術的に成長しようとはしてるけど、今打ったんじゃ全く結果出ないから我慢しようとか、うんうん、我慢してここだけ待っといた方がいいんじゃないかとか、うん、そのためにはこういうバットの出し方、こういうことをしなきゃいけないんじゃないかとか、練習方法まで含めて、うん、だそういうことを考えてあげないと、来る外国人ってさ、いい外国人だよ、癖もないしさ、
性格もいいし、最近はね。だからそういう風に親身になってチームとして考えてあげないと、結果をね、いくら外国人が来たからパワーがあるから、これはもう昔の考えでさ、今向こうの育ちっていうのもそういう風な育ちをしてるし、だからそういう風に考えてあげないといつまで経っても結果は出ない。となると、じゃあもう優秀な日本人選手でいいんじゃないかって。もうそれでもそれでもいいと思う。だから岡田監督なんかはノイジー外して若いね、日本人を使おうかっていうところまで来てるじゃん、それは甲子園ではなかなかホームラン打てないしさ、そういうことになってきてるよ。だから一人の選手として助っ人っていうことはもうないんです。そうですね、チームメイトなんだ。だからチームメイトを守るには、みんながこうチームとして接してあげないと、そりゃ文化が違う、お前アメリカでレベルが高いところで来たんだろう、お前打ってくれないと困ると、それじゃやっぱもう困る。そうですね、だから最近だと例えばショートにアリステ選手が入ったりとか、あとキャッチャーでいうと中日から日本ハムに行ったマルティネスだったりとか、昔キャッチャーで外国人ってなかなかってなかったじゃないですか、だけどヒット打ってくれるとか率残してくれるとか、そういう風にやっぱちょっと専門的なものに変わっていく。いや、見方も変えてあげなきゃやっぱかわいそうだよね、それはあれだけの大柄でパワーがある、日本人より、おそらくクリーンナップだもん、おそらく打たなきゃいけない、僕の考えはもうやめた方がいい。ファンもどうやって外国人をこれ、いや、もう一人のチームの一員だというふうな、日本人を見るように温かく接してあげない、一発っていうよりかはそのチームの一つ、ワンオブっていう形で見てあげないと。そう、その中でこのラインナップだったらホームラン期待が少しできるのは外国人のこの選手だなっていうぐらいのレベルじゃないと、また打たなかったみたいな、そう、またホームラン打たなかったじゃないんだよもう。そう、じゃあ今で言うと期待できる昔ながらのまあホームラン外国人助っ人バッターって誰ですかね、今だと。いや、それはレイエスだろうな、期待としては。期待とすれば、でも日本に来た理由がどこにあるかっていうのが、シーズン入ったら分かるかも、ね、確かにそうですね、だからチーム事情によっても取る外国人選手の特性って違いますよね。そうそうそう、で求められてるものも違うと思うしね、やっぱこう日本のレベルが上がったということで。そうですね、だからそんなに簡単ではないって。日本のその繊細さっていうのは優秀だもん、確かにそうですね。そうなんだ。いや、だから外国人も温かくね、はい、もうね、日本人を向こうも温かく迎えてくれてる、まあ優秀だからね、もちろんそうかもわかんないけど、やっぱり日本も外国人が来たら温かく、ね、ちょっと長い目で、少しだけ長い目で、そうだな、だって日本経由してホームランを取った向こうでメジャーで、はい、誰だっけ、フィルダー、バースの後ですか、バースの前、前ですか、前だったと。へー、セシル・フィルダーって言った、これがもうオープン、もう空振り空振りばっかりでさ、日本で使えないんじゃないかって、でも我々のチームは3本ホームラン打ち込まれてさそれも場外に行って持ってかれたんですか。いや、やっぱすごいなと思ってて、だけどもう当たればだからみたいな言ってて、でバットかなんかがコーンと当たって、こういう骨折して帰った、でメジャーに復帰して、メジャーでホームラン、すごい。その環境に合うか合わないかも大きなことだしさ、それはね、アメリカ行ってみろお前、こんなとこで野球やってんだと思って、いいよ環境は確かにそうなるんですね。でもどうしてもなんか昔ながらの野球ファンって、ああいうバレンティンとか、なんかああいう選手をまた見たいなっていうのはあるんですけどね、そうそうだな、だけどやっぱもう日本のレベルがもうそうはさせないと思うよ、ピッチャーの質がいいってことですね。そうそうそう、だからその外国人選手の見方も変えたりとか、まあいろんな選手が今 ね、 そうだね、特性の選手が入ってきてるので、そうだね、だからまあちょっと見方も変えないとね、ホームランホームランっていうことはやっぱもうちょっと頭から外した方がいいと思う。そうですね、はい。